旅行場とは明治初期に存在した女子教育機関の一種。旅行と呼ばれた女性の手仕事の教育を中心とする教育機関である。1872年に京都府によって設立された旅行場がその最初の事例で学校教育制度が整備されるまでの時期に関西地方などを中心として一部地域で広がった。裁縫所、法制所、あるいは女工場、 旅行伝習所などの名称も用いられた。旅行場は学生に規定されない学校であり、中等教育機関に相当するものや、初等教育機関相当のもの、貧窮者のための受賛、教育施設から、遊覚の女性のための教育施設まで、対象も内容も様々な教育が、旅行場の名の下で行われた。学校教育制度が整備されるにつれて、旅行場は解消され、 あるいは名称も捨てれていくが、旅行場の名は、遊郭の女性たちを対象とする教育施設に残った。旅行とは、女校、女校、女、匠などとも表記し、裁縫、手芸、染色などの女子の手仕事を指す言葉である。明治初期に旅行場と呼ばれた教育施設には、以下のように性格の異なるものが含まれていた。 女工場という名称が最初に用いられたのは、明治5年に京都府が設立したもので、主たる対象は家族や士族といった社会上層の子女であった。女子の学校教育の先駆的な存在であり、女工と共に選択制で外国語教育を行ったものであるが、やがて学問を中心とする女子中等教育機関へと性格を変えていき、 女学校などの制度が整うとその中に組み込まれた。一般庶民向けには、幕末に民間で行われた裁縫塾に公教育の要素を組み合わせた形の教育施設が、女工場の名で呼ばれた。女子に必要とされた生活上の技能を身につけるとともに、初等教育を行った場で、学生、教育令時代には盛んに活動が行われていたが、明治十年代に、 学校教育制度が整備されると衰退した。遊覚で芸妓、将棋を対象に読み書きや生活技能を教育する機関にもこの名称が用いられた。遊覚で働く女性たちが生業についた際に困らないためという目的が掲げられ、多くは非修学であった女性たちにとって小学校の役割を果たした。他の形態の旅行場が衰退すると、 旅行場の名はもっぱら遊郭の学校を指して用いられることとなった。本邦高等女学校の乱床旅行場士の石踏み、京都市上京区丸田町橋に沈め、新英学級及び旅行場の跡地。明治5年、京都府は産業機流金の利益をもって京都市の土手町丸田町に旅行場を開設した。日本初の公立女学校とも位置づけられる。 学校で、後に、京都府立京都第一高等女学校を経て、現在の京都府立大木高等学校につながると、されている。この学校は、当初は、イギリス人、エバンス夫妻を招聘して、家族、氏族の子女を対象に英語と旅行を教える学校であった。後に、平民の入学も許可し、旅行についても、エバンス夫人が英語と共に、 西洋旅行を教えていたのを改め、着実にして工芸ある女子を教員として採用して、教授を分担し、新英学校及び美旅行場と称したという。この学校は産業気流金が校費に充てられていたことから、京都府官業化の管轄であった。旅行場と新英学校が別個の学校として運営され、新英学校は、 男子生徒のみが通う事実上の男子校であった時期もあるようであるが、その後の学校整備に伴って男子生徒は中学校に収容され、新英学校及び旅行場は女子教育機関となった。女子教育機関となった新英学校及び旅行場の生徒には、英学と旅行を学ぶ、英学生徒と旅行のみを学ぶ、旅行生徒の区分があった。 女校を授ける学校で選択制で英語教育も受けることができたと言える。この学校は1874年に英女学校及び女校場と解消した後、1876年には13歳以上で小学校卒業を入学資格とする中等教育機関女学校及び女校場となり、英学を主としながらも和感学を研修させ、 教員育成の任務も担った。この時、女学校は学務課に移管されたが、女校場は引き続き官業課の管轄課に置かれた。1882年6月に女校場の名は廃止され、この学校は単に京都府女学校と称されることとなった。1877年4月、同志社は女子教育のための学校、同志社文校女校場という名称で、 開業願いを出して認可された。ところが、京都府官業課は、不学務課に対し、同志社の旅行場は、不女子の官業受産のためのものではなく、再芸知識を開け達する主義なので、旅行場というよりは女学校と称すべきであると意義を申し立てため、同志社はこの学校を、同志社女学校と解消することとなった。明治5年に出された学生は、小学校を規定し、 これを尋常小学、女児小学、村楽小学、貧人小学、小学私塾、幼稚小学に区分した。このうち、女児小学は尋常小学の教科の他に女児に手芸を教えるというものである。しかし、教科のほとんどが尋常小学と同じであること、一般民衆の間で女子教育の必要が感じられていなかったことから、女児小学の数は、 全国の小学校の0.5%に過ぎなかった。この女児小学に類するものとして登場したものが、旅行場であった。学生や教育例の枠外にある教育機関であり、それぞれの地元事情を反映して運営が行われた。この類型は、市軍旅行場、市中旅行場といった名称でも呼ばれる、行政的な観点から行われるケースや、 生産活動を重視したい住民の要求から行われるケースもあった。学費の払えない生徒のために習得した技術で作られた製品を持って学費の代替とする事例もあった。特に北、近畿や長野県や北関東の養蚕地帯などに盛んに設置された。京都府では1874年に旅行場規則が制定され、不可の小学校に 女工場を付設することが奨励された。1875年、京都市の留置小学校、発毛小学校や深野の津小学校に女工場が付設された。小学校付設の女工場は、学校制度が整備されるともに、小学校補修課や小学校令によって、小学校に類する各種学校と位置づけられた、徒弟学校や実業補修学校となった。 1910年には、高等女学校令の改正により、実家高等女学校という形態が登場することになる。新潟県では、没落氏族や、貧民の救済、官業教育を目的とする旅行場が設けられた。1872年には、柏崎に有志によって、柏崎旅行場が設けられた。1875年には県によって、 新潟旅行場が設立。1876年には長岡で三島奥次郎らが長岡旅行場を設立した。これらの旅行場では小学校教則に準拠した一般教養と旗折、正式技術を教えた。しかし文部省は学校ではなく営業会社であると位置づけている。この種類の旅行場は環境旅行場とも分類される。この 神奈川県では1877年以降、機械、原料などを対応して、旗織りを行う、旅行場を開設することを奨励している。箱館・宝来町遊郭の旅行場、祇園町南川地区にある、祇園女子二芸学校の稽古日を示す黒板、八坂旅行場学園の文字が見える。芸に、将棋に教育を行う、女行場は、明治5年の、 芸奨議会法令を契機として、女性たちが遊郭を出て、生業で自立する際に必要な知識や、旅行の技術を授ける、厚生施設として登場した。こうした、旅行場について、京都府環業家は、優所旅行場と分類しており、教育史研究所でもこの名称が用いられる。遊郭の受産施設としての旅行場が、初めて登場したのも京都市で、年に、 疑音の貸し出し機種たちが中心となって、扶助職交筆記率会社を開設、運営し、翌1876年には読み書き、三述指導をも加えて、旅行場と解消した。各地の遊郭にも、旅行場という名の教育機関が広がっていくが、旅行場の運営費用が、芸商技の負担であるなどの事情から、長続きしない事例もある。箱立の場合は、芸商儀の 制業への転換を奨励している、函館市長が女行樹参場の設立を働きかけ、1878年に女工場が開場した。本家として工芸、余科として学業を教授するというもので、新聞広告を出して市民からの選択の依頼を受け、実習と収益を兼ねるということも行われていた。しかし本業をこなしながら、 余暇の日中に5時間も登場することはかなり負担が大きかった。少なからぬ生徒が読み書きや裁縫技術を身につけたとされるなど成果がないわけではないが罰則付きの出場督促が行われるなど、芸奨技たちの実情を無視した行政サイドの施設とも指摘されるところである。慢性的な経営難にも悩まされており、1887年に 箱館の旅行場は廃止された。21世紀初頭の現在も、旅行場の名を有する組織として、京都の花町である、祇園工部の祇園町南川地区にある、八坂旅行場学園がある。婦女職工引率会社、八坂旅行場をルーツとする組織で、祇園町南川地区の土地を共同所有し、舞妓、芸儀の教育にあたるなど、花町運営の中核組織である。 八坂かに場学園は法人名であり、この法人が設置している学校の名は、祇園女子ょ芸学校というが、しばしば混同されて学校が、にょこうと呼ばれるという。この学校は、芸いに、まを対象として、舞踊や、三味線といった芸事や、茶道、書道などを教授している。なお、祇園では、にょ場を、にょこば、にょこと読むという。ありがとうございます。